韓国提案の基金で経団連会長。民間がお金を使うことはない。ガネットではない。内容はこちら。韓国提案の基金で経団連会長が、民間がお金を使うことはない、と断言したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。経団連の中西博明会長は、25日の記者会見で、韓国のムンヒサン国会議長が、徴用工判決問題をめぐって、日韓の企業と個人から寄付金を募り、元徴用工らに賠償の代わりとして支給する案を示したことについて、日本の経済界が直接お金を使うことは一切ないと改めて否定し、あくまでも政府間で解決すべき問題との認識を示した。経団連会長、たまにはいいこと言いますね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。経団連はさすがに現実的だったか。経団連もさすがに分かっているのでしょう。何せ1円でも払ってしまえば賠償ループに陥る可能性がありますからね。次はこちら。経団連がいいことを言ったのは、ここ数十年でこれだけという売国どっぷりわら。初めて経団連がまともなこと言ったのを聞いた。確かに日頃、消費税 10% 超え議論をとか言ってますからね。今回の回答は珍しいですね。次はこちら。三菱に喧嘩売ったら、日本の企業は反対に回るしかないわな。1円でも払ってしまえば、日本企業が次々と支払う羽目になりかねませんからね。お金を使うことは一切ないは当たり前の判断です。最後はこちら。金の切れ目が縁の切れ目。経団連も韓国を見限ったか。見限ったようです。結論、経団連の会長が、日本の経済界が直接お金を使うことは一切ないと断言してますが、これを推してる日韓議連の方々はどうお考えですか。これでもムンヒさんの案が最良の策だと言えますか。川村さん、答えていただけますか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。